はい、どうも皆さんこんにちは、カルピスピです。ピースピース説明してほしいです。というわけで今日もガゲの説明を検証してください。スクッと皆さん、焼きそばパン食べたことありますか？まあこちらね、とってもとっても美味しい焼きそばパンなんですけど、ここの焼きそばが UFO だったらとかペヤングだったらとか考えたんですよ。こう考えてるうちに、はっ、これならどうよと思いまして、今回は焼きそばパンの焼きそばペヤング極撃からでもバレない説。今からですね、こちらの焼きそばを取り除いて、こちらペヤング極撃か、これめちゃくちゃ辛いんですよ。本当に辛くて、僕一度ですね畑の方で食べさせてもらったんですけど、もう二度と食べたくない。極撃からをまずは作っていきたいと思います。これよ、これがエグい。じゃあとりあえず入れていきますか。ではお湯を抜いていきたいと思います。うわ、もう血じゃない、痛い。はい、というわけでペヤング極撃からが完成しました。やばいでしょこれ、マジで行くの今師匠。うわぁ、もうやばいか、早く。いや、なんで今飲んだよ。早く。というわけで続いて焼きそばパンの焼きそばを抜いていきたいと思います。完成。で、3つ買おうとしたんですけど同じのなかったんで、最後だけこれっち大盛り。完成。というわけでね、準備ができたということで、今ですね家に3人メンバーがね、じゃあ別の部屋で待機してるんで、一人一人呼んでって仕掛けていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。え、ちょっと無理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 。ピースピース。どうもどうもどうも。何でしょう。いや、どうよ最近人生。最近めちゃくちゃ楽しいよ。いや、もうちょっとね就職でしょ。そうそうそう、もうあと10日もないね。あ、そう、会社にはねちゃんと YouTube の許可もらって。あ、もらってる。理由は素晴らしい。最初まず俺から始まって、リッキーさん加わって、はい、フォークマン加わって3人でその、はい、まあいろいろ進路とかもあって、はい、悩んでる頃にゴードさんが入ってきてくれて、まあその会社イカリングで増えて、結構言われるじゃないですかコメントなんでね、3人の時が良かったっていうけど、ね、はい、別に3人でできる環境だったら、まあ、人数増えてないわけ。まあまあそれは、いや、それがみんな必要じゃないって言ってるわけじゃなくて、3人がそれぞれ話し合って将来とか考えて、あ、じゃあ3人でこのままやってってもいつか終わりが来るなって思ったから、周りで協力してくれる人を探して今6人でやってるわけよ。ちょっとパンク、そういうこと。ファミマの焼きそばパン倍うまいんだよ。そうなの。お腹すいたね。はい、ちょっと開けたわ。めっちゃうまそうじゃん。めっちゃうまい。ファミマの焼きそばが一番うまい。ガブって言っていいのこれ。いい、いいよ全然。それで大丈夫。うん、え、これも、ん、こ、辛っ。あはははあはははあー、消えない消えない消えない。というわけで、焼きそばパンの焼きそばペヤング極撃からでもバレない説でした。やばいってこれ。ピースピース。えいえい、元気。元気よ。あ、そういえばこの前健康診断受けたんだっけ。健康診断受けましたね。結果どうだった。要観察です。やばいやばいよ。美味しいパン見つけた。あ、一番食べてる焼きそばパン。ちょっと温めたからちょ開けちゃった。あ、焼きそばパン。そう、めっちゃ食いてえ。めっちゃうまい。まだいただきます。美味しいからね。あー、やばい、死んじゃう。マジリアクションできんのよ。というわけで、焼きそばパンの焼きそばペヤング極激辛ドッキリ。うざすぎ。ピースピース。ボクちゃん、はい、元気してんの。そう、元気だよ。ちょ、ファミマのめっちゃ美味しいパン見つけた。パン、でも焼きそばパンバリうめえ。焼きそばにマヨネーズかかってないけど、めっちゃうまい。なんか見た目まずそうなんだけど。今俺が斜めにしちゃったからだ。じゃあいただきます。え、なにこれ。辛いなわけないです。ファミマの、いや、一口食ってみ。焼きそばだよ。じゃあ本当に食ってみ。じゃあって、じゃあって、本当に、じゃあって。じゃあこっちからいくよ。もう完全つけて嫌でしょ。ほら、でも確かにこの反応見たら辛くないのかもしれん、もしかしたら。いただきます。じゃあいただきます。
これより辛いの食ったじゃん、何回エンドとかさ。エンドの3倍はい、というわけで焼きそばパンの焼きそばペヤング極激辛でもバレない説でした。いや見事にバレませんでしたね。バレとるよ。え、辛いの得意なのみんな。俺はめちゃくちゃ苦手。俺そこそこいけるって。得意だけどクジラぐらい塗れるよ。まあ、辛いの得意な人に近いと思う。まあ、まあ、あんまでしたね。じゃあテイク2やりますか。いや、大盛りか。そんな食えへんしな。全然美味しいから食べちゃって。本当にうまい。本当にうまい。いただきます。もう行くね。行くね。下手か。